エモいとは一体何なのか。若者マナちゃん VS 三道寺さんエモい論争。そのきっかけとなったのが航空写真博士ちゃんの授業でのこと。単純にこう面白いなっていうふうに思うんですけど、うんうん、実はその裏にはまあしっかりとしたエピソードですとか経緯っていうのがちゃんとあって、うん、エモいです。わからんなエモい。うん、エモいっていうのはどういうこと？何エモいって？まあ、工場ができる予定だったけどできなかったっていう悲しさでしたり。何年も放置されて今もここに佇んでいるっていう儚さ、ね、そういういろんな感情が入り組んで結果的にエモいっていう感情に行き着くんですよね。やっぱりその航空写真っていうのはなんでそういう形をしているのか、なぜそうせざるを得なかったのかっていうその裏にあるドラマっていうのもさらに探っていくとエモみが増してすごい面白いんですよね。エモい博士だ。いやちょっとマナちゃんさ、俺エモいって意味が分かんないんだけど。エモいなんか、うん、ノスタルジックな感じというか寂しさとか。そうですね、なんかね、儚さとか、うん、哀愁漂う感じだったり、うん、こう切ない感じだったりなんか懐かしさを感じたりとか。エモって何なの？エモってエモーショナルのエモ、なんか感情的になる、何か感情が起こってくる。軍艦島はエモい。あ、軍艦島エモいです。あ、そういうことか。マナちゃん普段から使わないじゃん。でもいや使いますよ。使ってんの？学校とかじゃ使うのか。エモい曲とかエモい写真とか使ってほしくないな。実は収録前から今日は何やらエモい授業をすると聞いて三道寺さんはこんな話を。言わないでしょ、エモいって。ねえカメラマンさん、使いませんよね、エモいって。使います、エモいって。使わないですよね、そういう造語ね。新言わないですよ。造語で作られたものがどんどん新しく辞書になっていくる。エモい？だって意味がわからない。それおじさんだから。技術さんみんな言わないでこれ。言わなそうな人だから。言わなそうな3人。言いそうな AD いる？いないですよ。あ、いや若い子はいるけど。そのちっちゃい子も見てるわけで、そういう言葉を使うのはどうかと。そういう造語ね、新言わないですよ。だから学校の先生使わないからね、絶対。いや、わかんないです。使ってんのかな、今の若い先生は使うんじゃない。いいね、君エモいね。マナちゃん、おはよう。おはようございます。エモいも使ってんの、普段から。エモいは結構言っちゃいますね。マジか。嘘。カメラマンさん使わないって。誰も使わないね、あの技術さんが。このメンバー使わないって。技術さん誰も使わないのよ。聞きました、さっきエモいの話。え、言うんだ、エモいとか。エモい結構言いますね。そういうの使ってほしくないの、マナちゃん。そこはちゃんとした言葉を使いましょう、博士ちゃんは。ね、ね、マナちゃん。はい、はい、気をつけます。そろそろ上、あ、上、早く始めろと。しかし、収録が進むにつれ三道寺さんに変化が。いや知らないよ、横浜なんかすぐ近いとこよ。そうだね、横浜のちょっと住宅街のど真ん中にある意味未だに戦争のそう爪痕とかも残っている場所があるっていうのは本当だね。まあ、かなりねドラマチックじゃないですか。ドラマチックだ。エモい。エモいですよね。出た、エモいですよね。エモいよ、ヨシン君。そういうことね。これはすごいね、こういうところで働いてる人も気づいてないだろうね。エモいですね。エモいね。言う通り、マナちゃん、エモいですよね。これはエモいわ、なんつったって。ちゃんと今日エモかったですか。いや、エモかった。エモかったですか。エモかったですね。すごい、これから多頭したいと思います。エモいという言葉をね。番組ではスタジオやお家で授業してみたい博士ちゃんを大募集しています。
何かが好きすぎる博士ちゃんの皆さん、ご応募お待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。次の博士ちゃんは君だ。